冗談だろ。俺を殺しちまったら一体誰を笑い男として逮捕するんだよ。大丈夫だ。お前の精神は大して問題じゃない。笑い男だったらしいという事実があればそれでいい。でも安心しろ、その方が歴史に名は残るよ。
Thank you.
Thank you.
セレスティンが教えてくれた。俺たちここまで来たんだな。そうだろ。はい、ケイジさん。なぜ、どうして私は今さらここでどうしろというの。Thank you.
はじめまして、山内の妻です。ああ、この度は。でもどうして俺のことを。主人からお話は伺っていましたので。実は戸瀬さんにこれをお渡ししようと思いまして。今朝主人から届きました。中に手紙が入っていて、戸瀬さんにお渡しするようにと。俺に。ちょっと拝見します。本当にこれで間違いありませんか。ええと思いますけど。